Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。待って、今パイセンさんがするから。朝からあれ狂ってるね。おいで。ラーグ。おいで。そうそうそう。はい、おいで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 。ラーグ。全集中でしょ、全集中。はい、話すの。なんですか。はい、行くよ、次。はい、ラーグ、ラーグおいで、ラーグ。ほら、あ、おやつ。ラーグ、早くおいで。はい、話す。待て。よし。行くよ。なんでやる気なくなってんの、急に。疲れちゃってね。ラーグ、おいで。はい、おやつ。はい、口からペーして。はい、待て。お座り。お座り。待てよ。よし。ボールはもういいでしょ、ちょうだい。あんた追っかけないでしょ。じゃあ待て。よし。
あ、お座り。ラグ。はい、ペーして。ラグ。ペーして。ペーができないね。早く。早く。はい、じゃあおやつあげる。ゲートボールの人たちが来たから帰りましょうね。邪魔になっちゃうといけないからね。9時15分。さあ、これでちょっとのんびりして10時半前に出ようかな。見てる。しょうがない、端っこあげるか。今ご飯食べたばっかりでしょ。お座り。うわ、すごい。もう雨だ。週末雨になってるね。土日来週も雨マークついてるし、ちょっとクエストの量を一番下にしとこっかな。で、何日か休もっかな。これはしょうがないね。しょうがない。休んだ日に洗濯とか一気にやりたいけど雨じゃな。洗濯やるタイミングどっかでな、作んねえとな。うん、よし、今日は10時20分ウーバーオンで今すぐ出てきました。最近自宅待機しねえな。そういえばなんかあんま家で長気しないんだよな。左側行こう。最初は今日はやっと天気がいいし風も弱いはず、気持ちよくできるんじゃないかな。クエストは残り15件で45件達成。今日もできれば夕方までに15件を目指して頑張ります。週末な、休みになっちゃうのか、雨か。まあいいか、しょうがない。雨だとやることねえんだよな。セカンドチャンネルをもう一本でも撮るか。もう二本撮ってもいいぐらいだな。ついたね。今日の今のこの動画が今日の夜に夜中でもいいからアップできれば完璧。
ろそろそうだ、そろそろシーバスバチリケだ。今月20後半に大潮だから、その時今翼が暇だからやろうかな。ちなみに朝写真が送られてきて、翼は今もう山中湖にいるみたい。またキャンプ行ってるって。昨日ぐらいから2月の末ぐらいまで全部休みになっちゃったらしいからね。今なって今日も一発目は稲井海岸。ここ最近毎朝稲井海岸だね。この位置にいて鳴らしてくるだが来るんだからよっぽどだよね。よっぽど配達員いないんだろうね、稲井海岸。朝とかね、あそこら辺住んでる人が自宅待機でもすげえいいね。美味しいだろ、いない海岸。どれんちからじゃ遠いから行かないけど、一駅半ぐらいあるからね。いや、手寒いな。ちょっと手袋しよう。この毎朝ここ通ると日陰なんだよな。顔がさ、この手袋もまあもうすり減ってきちゃって反応が悪いからさ、ここ穴開けちゃおっか。指のここのところ出るように。もうボロボロだしね、一回試してみようかな。とにかくスマホがちゃんと反応するあったかい手袋が欲しい。手袋難民だ。洋華堂にコーヒー入れに来たらなってしまいました。嬉しいけどね。マック洋華堂1分1軒目。お疲れ様です。ウバイトです。
今後だ。今後。4件はあ、もういいじゃん。じゃあ半から、まあでもいいんじゃない全然あんまないです。そう、昨日とかこの時点で7件ぐらいです、ね、あ、昨日そんなすごいハイペースだったの今日もう絶対クリアできる。じゃああと、19だからあと15。ああいいね。俺あと14。公園さ、気温が上がってきたな。コロンビアのやつなんだけど、この中がね、あったかいの。なんていう素材か忘れちゃった。なんとかヒートとか、まあ普通のシャツじゃないんだ。あんまね、そのまま着てると汗かいちゃう。自販機の飲み物だともうぬるいんだよな。カップのやつの方がいいよね。もうなった。さあ今日も暴挙に出ますか。ガリレオくんがさっき今日鳴らないっつってたからケンタッキーダブル行ってきます。両方とも知らない名前だな。怖えな。これは奇跡待ちだな。奇跡待ち、飛ばされて当たり前。お疲れ様です。ウーバーイーツです。遅かった。ケンタッキーマジでケンタッキーザケン。並んでるお客さんをベテランがやってくから、後から来た並んでるお客さんどんどんベテランが出してって、新人の外人さんかなんかがずっとウーバーのやっててずっとできねえでずっと待ってる。ストレスたまるわ本当。ハリさんと花咲、まあいいか、そこまで飛ばなかった方だな。花咲に行くけど、花咲っつっても近めの花咲だからまあいいでしょう。大事故にはなんなかった。とにかくケンタッキーの遅さにほんと無駄な時間を過ごした。 あ今日はあれだ、
方からブーストついてるな。夕方から夜で5時9時か 1.1。 まあいいか、とりあえずちゃちゃっと終わらしちゃった方がいいでしょ。一軒になっただけだね、花咲行った時に。幕張戻ってきたけどな、ねえな。もう木曜にそうなんだよな、ね、クエスト最終日はサクッと終わってほしいね。ひどかったら一回4時で帰って散歩して、で5時からまた出発でもいいかもね。ブースト出るし。あれこれ来たな、まあ、ケッタ来たけど、これ知り合いの家だな。これ当たっただろう、知り合いの家に。この名前はなかなかある名前じゃないかな。テッチに続いてさすがだな、当ててきたか俺を。そして今ここに着いたら追加でダブった。ああこれでなんとか無理やりだけど12時前に5件、昨日と一緒のペースになった。いや飛ばされないといいな。友達がどこに住んでんのかな。最近引っ越してきたんだよな確か。今回はできてるかな。遅いんだよな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。すげえ真逆に飛ばしてきやがった、ダブルの2軒目。まあ2軒目が真逆でよかったわ。何真逆でっていうか2軒目が後でよかったわ。マジなんだよ、友達ん家の近くにしてくれよ。友達ん家近かったな、よかったな。ひでえ真逆飛ばしてきたな。いやめちゃくちゃいい場所住んでるわ。俺が住みたいわここ。3人で住んだ方がいいんじゃねえかこれ。めっちゃいい場所だね。そして幕張5から鷺沼まで行かなくちゃいけない。インター越え遠いな。さすが健太のダブルだな。
じゃん。5件中4件ダブルだったけど、1800円台じゃん。平均400円もいかねえな。ひどいね。ほんとクエストの件数っていううまみしかねえけど、こんだけ真逆とか振られるとうまみもねえやな。1件ずつ行った方が全然早い。しょうもねえな、せこいつ。犬間からの戻りで吉牛が目の前でなったから行きますか。1分で吉牛6軒目。ああ飛ばさないでくれ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。取らなきゃよかった。もう騙された。まあね、これがあるからね、めったに取ることなかったんだけどね。よし言うよ、おつなのかじゃん。せっかく今下げるから持ってきたのに、それより奥になっちゃった。うわ、ショックでいけえこれ。相当エリアから離されたな。いやーついてねっていうかダメだな、もうセンスがねえな。ダメだ、俺の立ち回りにもうセンスがない。ひどすぎる今日は。ほんとひどいな今日は。ちょっとならねえことに焦りすぎたな。こんな立ち回りしてたら余計時間かかっちゃうよ。あーショック。行きたくねー。なんで津田の周りが足がないんだ。てかさ、吉牛ねえのか。そっちあったろ、吉牛京成津田の間なんて。まあ、むしろ津田の間とかにあるだろう。なんでわざわざ幕張から頼むんだよ。いや異常だろ、幕張から。受けてなかったのにな。飛ばされても本郷のぐらいかと思ったけど、津田の間は予想外だった。 3.5 キロだと？もっとあんだろう、ここまで。やっぱ知らない道だと遠く感じるのかな。 3.5 しかないのか。普通に5キロぐらい走ってる感じだけどな。でも津田の間駅見えてんじゃん。電車で津田の間まで来ちゃったよ。遠いなぁ。もう真っ暗だった。待って待った。これでやっと7軒目か。なんかもうならないみたいなんだよね今日。やっぱみんな言ってるわ。まあ健太とか取っといてよかったね。するか。1分でもっともっとだから。飛ばさないでくれ。お疲れ様です。ウーバーイーツです。よし。幕張りに戻ったか。いやちょっとよかった。完璧。これがあるから取っちゃうんだよね。これで8件。
3時になりました。今9件あと6件昨日より遅くなりそうだな。まあブースト着くから行くか。1時から、あ、1時じゃない、5時から1.1。40分動けず、ちょっとね怖くなって、ケンタのシングルは3回ぐらい蹴ってる。あとはテクノガーデンの中華料理とか遠いとこばっかなってんだよね、行ったことないところが。マックとかラリグラスとかスキヤとかね、バーミヤン、デニーズ、そこら辺が来ない。微妙な展開ですな。あと6軒もあんのに。俺が蹴ったケンタを今日ガリレオ君が両方とも行ったんだけど、1個はみずほで1個は打たせ、まあまあ当たりじゃねえか。どこだった？スキヤの近くです。ああ。寒い。ああ1時間待った。近距離の行きたい店を待ってて、やっとマックが来た。寒い。ああ1時間公園でラフィーと話してたわ。ああいや今日はもう立ち回り大失敗だな。寒すぎる。ああ超体が冷えた。お疲れ様です、ウーバーイーツです。今本郷送るんじゃねえかなと思ったら、やっぱ本郷だったわ。そんな気がしたんだよな。いやついてねえけど、動くか。動きは温まってくるかな。寒っ。寒すぎる。寒い。これポケット入れとこ、カイロみたいな。あったけ。暇だな。ならねえと暇なんだよな。さっきはラフィーがいたからな、喋ってりゃ暇は紛れんだけどな。5時過ぎちゃったよ。残り5件ブーストスタート。あーラグごめん、ラグの散歩遅くなるわ。いやー今日はダメだね。いやーマジか、もうケンタシングルしかなんねーよ。怖くていけねえよ。いやー勘弁してほしい。いやーひどいな。よっしゃー意地で取ったマック。20分待ちだったね。お疲れ様です、ウーバーイーツです。うわまた本郷だな。今日ついてね。今日はついてない日だな、これは。マジケンタしかならねえから行くわ。もうケンタ蹴っても蹴っても結構みんな近いんだよね、ケンタ。あー俺が蹴ったやつみんな近かったっぽい。
なら行くか、もうこれで飛ばされたらな、ほんとしょうもねえよな、マジケンタしかなんね。海浜幕張側も全然なんないんだよね今日。なんでだよ、もうなんで俺が取るとそうなんだよ。みもみだよ、みもみも長作って書いてあるけど、みもみじゃん、長作でも嫌だけど。しかもこの時間ずっとあそこの竹石インターのとこ行くの嫌なんだよな、混んでっから。ああ最悪マジで。ああもうケンタ、満を持して撮るとこういうことになる。ああ行きたくねえ。ああもうほんといろいろやんなった。どうしよう、豆だけでも食べて帰って、あと3軒あと3軒だよ。6時半だからね、8時までしかならないとしたら厳しいよな。急いで成田け食べよっかな。あーもうついてねえな、マジついてねえ、こんな時間にこんなとこ飛ばされるなんて。ああストレスで慣れだけ食ってしまった。大体20分で、今6時55分残り3軒。いやーもうストレスだわこんなところに。いやそれにしても慣れだけうめえな。ついてね、もう諦めていいけど、さすがに3、4千円来るのはなもったいないよな。あと3件だからな、1件につき1000円以上もらえるって。ああ粘るか、めっちゃ遅くなった。
デーだからな、ケンタしかなんねえんだよな、なんか知んねえよ。嬉しいんだけど、今更マックかよって今更マック嬉しいけどさ、最悪だよ、身も見入ってきたよ。癒された、魚ちゃんに癒されたから頑張れる。お疲れ様です、ウーバーイーツです。ウーバーイーツです。今7時半です。スシローはね、激込み、密です。密、あぶね。スシローで働いてるスタッフもある意味命がけだな。スシロー何件か出てるもんね、何店舗。お客さん来ちゃうとね、しかもなんかトラブルあったのか、テイクアウトで揉めてたけど、お客さんと店員さんが。あー、残りやっと1軒、8時までになってくれ。今ちょうど海浜幕張川来たから、このままもう1軒になってくれ。8時前までに取れたラスト1件、クリスピー。クリスピーはとんでも気味がぐらいだろう。疲れた。マジか、引いた。やったぜ、ホテルだ。あ、よかった。本郷飛ばされたらどうしようかと思った。君がとか、あー、終わったやっと。これでなんでもう8時。いや、時間かかりすぎだな。もう飛ばされすぎてさ、何撮っていいか分かんなくなっちゃって、途中でパニックだよ、パニック。やっぱ津田沼を前半で生かされたのがでけえな。あれでなんか嫌になっちゃった、怖くなっちゃった。終了。8時で8時、15件やるのに、これはちょっとやりすぎたな。あー、マジ失敗。ほんとダメなパターンだこれ。マジ、ケンタ何回も拒否りすぎた。何回も拒否っといて、たまに取ったら飛ばされるみたいなね、一番悪い流れ。こんな日はもうあかん。
何でも受けてこうって前半思ってたのに、やっぱ本当あの津田沼だよな。本当津田沼飛ばされてからやんなっちゃったよな。吉野家に、吉野家なんていつも取らねえのにさ。今日は悪い流れだマジで。ラグ散歩に連れてかなくて、ラグが寝てたら明日の朝長めに行こう。ラグが起きてたら連れてってあげるか。マルチューがねちゃんとラグに餌をあげてるかどうかだね。いやーすげえ時間かかった。5件でクエスト45達成で、で全部合わせて1万100円ちょっとかな。そんな感じでした。ほんとひどい稼働だった今日は。明日はねちょっともうモチベーションかなり下がっちゃってるからね、やるかわかんない。明日天気だから休んで洗濯したいっつうのもあんだよね。あとちょっとパソコンずっといじって、なんかパソコンいじって生配信のソフトを中に入れたりとか、いろいろ設定したいよね。必要な道具買ったりとか。ちょっとあれは勉強いるな。簡単にちゃちゃってやってできる感じじゃないな。普通の配信なら多分できるんだけどね、パソコンで文字も出さないでって感じだったら。ただパソコンだと、まあパソコンで最初やるとは思うけど、画像がだいぶ荒いな。もうそこら辺はしょうがないな。なんでか知んないけど iPad とか iPhone でできねえんだよな。時間が経てばできんのかな、あれ。何なんだろう、ずっとくるくる回っててできない感じ。本当はねゲーム配信やりたいんだけど、ゲーム配信も難しそうだな。勉強しなくちゃいけないことが多すぎる。そもそもゲーム全然やってねえから、普通に下手なのにもっと下手になってるし、時間がねマジで。ああ、ラグいた。ちょっと待って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 、あーラグ、ごめんね。ちょっと待って今用意する。待て待て待て。待てよ。
待てよ。お座り。お手。おかわり。お手。お手。うわ、すごい。はい、よし。熱くないな。お風呂でスーパーカップもね、しょうがない、もう疲れたから、うまい、大変だったな、明日やろっかな、どうしようかな、下げてる場合じゃねえ、なんか楽しいこと考えよう、明日やんないと3日も休むことになっちゃうからな、休みすぎだな、明日やろう、極力20件に向けてやって、土曜日が夕方からの予報になってたから、土曜日もし明日で20件いけなかったら残りを土曜日やる感じで、で20の25ぐらいどっちか取るか、1万ちょっとになるしな、そうすれば3日休むより1日半ぐらい休んで1万ちょっと手に入れておいた方がいいね、暇な時間はアウトレットで見に行くか、またガラガラだったら、混んでたらもう行かないけど、そんな感じですね、飯はいらないから、さっき成田で食ったから、まあ、9時から編集始めますか、まあ、大変だったけど今日も一日何度か乗り越えた、頑張ってればいいことあるさ、車もね放っとけばそのうちまたエンジンかかるでしょ、明るくて暖かい時に一回かけてみよう、いやー困ったもんだ、
待ってて。はい、いいよ。はい、どうぞ。おやすみ。まだ11時なんだけどね、もうちょっと眠くなってきたから編集一旦やめて寝ます。また3時ぐらい起きて再開します。眠い。編集再開します。